これより第2クォーターに移ります。向き変わりまして岡山左から右に攻める格好、自陣40ヤードからのファーストダウン10。さあまずランから行った、ランニングバック3番ハンドオフ託されて左オフタックルを突破、これを広島51番がタックルしましたが約3ヤードとなっています。岡山のキャリア3番は佐藤、一つ星大学出身のプレイヤーです。それを仕留めましたのは岡山、広島51番の川田、専修大学出身のバイスキャプテンです。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン7、さあこの判定どうか。岡山スタンディングベアーズかろうじて岡山が抑えた格好になっています。先ほどのプレークォーターバックがプレッシャーを感じながら左に流れて、そこからスクランブル緊急発進のランに転じました。しかしここでタックルを受けた際ファンブルフォースがあり、そこでファンブルする格好になりましたが、なんとか確保しサードダウンに変えております。岡山スタンディングベアーズサードダウン5。パス不成功です。ここでクォーターバックが中央を走り込んできた87番にパスを投じましたが、しかしこれを岡山、11番見事にカバーしましてパス不成功に変えています。ボースダウンに変わります。見事これをカバーしましたのは広島11番のサイでした。岡山大学出身のルーキーです。ボースダウン岡山パントフォーメーション、このパントはエンドゾーンまで転がり込みタッチバックとなります。パントがタッチバックエンドゾーンに入って止まった場合には攻撃権は相手チーム自陣20ヤードからという形に変わります。この楕円形がどのような形で止まるかも非常に大きな要素になってまいります。このパントのシームにもぜひご注目ください。さあ広島に攻撃移ります。広島自陣20ヤードからのファーストダウン10。ダウンインジケーター誤っておりますが一番、ファーストダウンに変わっています。さあまずランプレーですが、これは岡山ナイスディフェンス。まずランニバックにボールを託しまして右をつく形で展開しようとしましたが、ここに94番と56番でしょうか、立ちはだかりましてこのランは阻止しております。セカンダウンに変わります。ランニバック20番玉山選手中央をつきましたが、岡山スタンディングウェア54番が水島です。岡山体育大学出身、広島ホークスセカンドダウン、ファースタンまで残り10ヤード、広島セカンドダウン10。さあ今度は密集点を再びつきます。今度はオフェンスラインマン友野もなだれ込むようにして39番約3ヤードのゲインを確保しております。39番は酒井です。島根大学出身のプレーヤーです。先ほども鮮やかなタッチダウンシーンを演出しました。広島ホークスサーダウン7。ここでイエローフラグ反則が発生しております。
先ほどのプレーの際にディフェンスにオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手が侵入していたという反則です。いわゆるフライングとして扱われます。5ヤードのバッタリとなり従いまして広島は5ヤード前進しサードがやり直しという形に変わります。広島ホークスサードダウン2で試合再開です。マースターまで残り2ヤード。さあここでランプレーを投入した。さあこのプレー果たしてどうなるか。広島ホークスファースター攻撃投手です。広島ホークスファースター、この距離をランで確実に取りました。キャリア39番。広島や岡山ここでディフェンスがチャージかけましてなんとか阻止しようとしましたが見事攻撃権更新になっております。さあ攻撃権更新になりまして広島ホークス自陣31ヤードからのファーストダウン10。さあランプレー重ねます。今度は9番にハンドオフしまして左にオープンをつかせました。一旦中に引きつけてから外に展開し見事5ヤードのゲインを果たしております。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン5。ここでドロープレーを展開。パスに仕掛けたカウンターで20番にハードオフ。これが決まりまして一気にビッグゲイン。一気に相手陣入ったところまで前進しましたがここでイエローフラッグが投じられております。さあ果たしてこの反則はどちらのチームにあったでしょうか。広島97番10ヤード下がります。10ヤード下がった結果ファースター。オフェンスにホールディング相手選手を掴んでいたという反則がありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。この反則がありまして10ヤードのバッタリですが大きく前進した視点での反則でした。ここからの10ヤードですので10ヤードのバッタリですので結果的に攻撃権更新は成立しています。広島ホークスファーストダウン獲得はしております。結果相手、自陣46ヤードの位置からのファーストダウンという形になります。アメリカンフットボールはその状況、反則の内容によりプレーの開始地点あるいは反則がありました地点からの罰則施行となります。それによりまして次のプレーの展開地は異なります。さあまた行く。ナイスだ。ファーストさあ今度は39番が来ました。ハンドに託され2人を2タックル突破。見事なブロックを生かしまして鮮やかなステップ踏んで攻撃権更新です。広島ホークスファースター。今度は39番の酒井が見せました。島根大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣36ヤードに入りましての広島ホークスファースターアンテン。さあ中央へのランを重ねます。今度は20番ハンドオフから今度は右サイドをつきました。これはディフェンスの詰まりよく、しかしそれをかいくぐりまして2ヤードのゲインに変えています。キャリア20番は玉山です。さあ岡山としても何としてもここで食い止めないところではあります。広島ホークスセカンドダウン8。さあここでトラブルが発生しました。クォーターバックのスナップ乱れましてクォーターバックこのボールを確保しきれませんでした。なんとかそれを抑えた形でプレーは終了しましたが結果的に約5ヤードほどロスに変わっております。
港谷選手がボールをファンブル、自ら抑え事なきを得ております。広島ホークス、サーダウン13。ここでオプションプレーを行使しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはランニングバックにトスしまして左をぶつかせましたが、これは岡山ディフェンス対応しましてフォースダウンに変えます。広島ホークスフォースダウン13。広島ここはパントフォーメーションを取りました。このパントをリターンできない弾道をあえてやりまして、岡山はなんとか確保する形で止まりました。この時点しかし岡山15ヤード付近での攻守交代となります。攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに攻撃権移ります。岡山スタンディングベアーズ自陣15ヤードからのファーストダウン10。中央へのプレーを選択しました。まず密集点突破を図ります。託されましたキャリア密集点飛び込みまして、約6ヤードから7ヤードのゲインを獲得しております。託されましたがキャリア48番の中田でした。岡山大学出身。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン3。さあ再び中央へのプレー、見事攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター、今度はキャリア3番にボール託しまして中央突破で攻撃権更新になっております。岡山スタンディングベアーズファースター、攻撃権更新果たしましたのは3番の佐藤でした。一橋大学出身のプレイヤーです。かつて一橋大学があわや甲子園ボールに届かんという大躍進を遂げました2007年シーズンに在籍していた選手でもあります。パス成功。ここでクォーターバックが右に展開していた81番にパス、低い弾道でしたが見事に81番キャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。キャッチしましたのは81番の寺町でした。鳥取大学出身のルーキーです。ここでホイッスル。ここで2ミニッツオーニングに入ります。今季より国内のアメリカンフットボールが準拠しております。米国カレッジルール NCAA ルールに従来はプロでしか採用されませんでした前後半残り2分でのタイムアウト2ミニッツオーニング採用となっております。これまで以上にアメリカンフットボールに時間をかけた戦いが含まれるこの残り2分間の攻防をぜひご注目ください。この配信は X2 ウエスト、X3 西日本の全チームによります合同企画によってこの配信は実現しております。皆様のご向上、企業の方々のご寄付ありましてこの企画は成立いたしました。大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカードの URL ございます。こちらで内容をご覧いただき、もしその参加が可能な方々はぜひご協力をお願いいたします。この活動の基金によりまして、私も地方のアメリカンフットボールを配信することが可能な助力を得ることになっています。その点におきましても非常にありがたい企画でもあります。ぜひ何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。
レフリータイムアウトを取りまして岡山スタンディングベアーズセカンドダウン。さあ残り2分間の攻防に入ります。岡山ファーストダウンセカンドダウン5で試合再開。パス不成功。クォーターバック13番プレッシャー受けながら右に流れてワイドレシーバー18番、81番にパスを投じましたが、しかしこのパスは結果的にアウトバーン外へ出ましてサードダウンに変わります。前パスは失敗ですと時計が止まります。このあたりも残り2分間では重要な予想になってきます。岡山スタンディングベアーズサードダウン、ファーストダウンで残り4ヤード。岡山スタンディングベアーズサードダウン4。ここで岡山はランプレーによって突破を図らんという状況にいたしました。しかしそこで岡山ディフェンス陣が中央立ちはだかりまして、このランも阻止、ホークスダウンに変わります。見事なロスタックルを奪いましたのは13番の上田でした。島根大学出身のプレイヤーです。ここでも中四国学生の出身のプレイヤー活躍しております。ここでホイッスル。チームタイムアウト。スペシャルケアです。スペシャルケア。岡山スタンディングベアーズ。そうなんです。2回目です。岡山スタンディングベアーズ。ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前後半に3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずここで岡山が前半1回目のタイムアウトを行使しました。ただいまの対戦は広島ホークス13点、岡山スタンディングベアーズ0点。前半終了まで残り1分9秒。岡山スタンディングベアーズフォースダウン、パントフォーメーション。タイムアウトを届けまして試合再開となります。岡山フォースダウン8、パントフォーメーションを取っています。このパントは広島陣24ヤード付近で外へ出まして、ここでの攻守交代という形に変わります。攻撃権変わりまして広島ホークスに攻撃権移ります。ここで攻守交代、岡山スタンディングベアーズホースダウン、サント攻撃によりまして攻撃権攻守が入れ替わり、攻撃の分野広島ホークス広島ホークス自陣24ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランから入りました。ランジバック39番ハンドオフから中央切れ込みまして約9ヤード獲得しています。しかし攻撃点更新になっていたない上、外中で倒れたため時計を回り続けます。さあこれをランで確実に攻撃権更新いたしました。広島ホークスのファースター。さあチェーンが移動しましてセットされますと再び時計は回ります。
戦終了となりました。前半戦を終えまして広島ホークス13点、岡山スタンディングベアーズ0点、広島が2つのタッチダウンを挙げまして試合を優位な形にする格好で前半終了となっております。この広島の地で行われる初の X の試合は現在地元広島ホークスが有利な形で前半戦を終えました。これより双方ハーフタイムに入ります。ここで前半戦の見直し、そして策の工事策を取り直す形で後半戦の打開点を見出さんという形に入ってまいります。